こんにちは。どこでもスカートで旅するジエルです。今回は三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアに宿泊してきました。今年の5月にオープンしたまだ新しいホテルです。みなとみらい駅から徒歩5分、 JR 桜木町駅から徒歩10分の好立地ホテルです。こちらの建物は7月に開業予定の横浜コネクトスクエアという商業施設で、20階がホテルのロビーとなっています。コンセプトは横浜スカイクルージング。窓の外はみなとみらいらしい光景が広がっています。素敵なテラスもあるので出てみました。こちらからはさらに見晴らしが素晴らしかったです。テラスの奥はプールになっています。そしてチェックインしたので、そろそろお部屋に向かいたいと思います。アメニティはお部屋にもあるそうですが、ロビーにも置いてありました。歯ブラシ、ヘアブラシ、綿棒、ヘアゴム、シャワーキャップ、カミソリ、ビニール袋等揃っていました。客室に向かうエレベーターはカードキーをかざしてボタンを押します。今回はなんと最上階の27階でした。長い通路を通ってお部屋を探します。今回宿泊するお部屋はちょっと奥の方でした。こちらのお部屋です。はい、お部屋に入りました。じゃあ早速ルームツアー行ってみよう。はい、まず入るとこんな感じでね、メインのお部屋はおそらく奥ですね。もう広い予感がプンプンしてるんですけれども、はい、本日のお部屋こんな感じでございまーす。わ、すごい。でこちらのお部屋はエグゼクティブコーナーキングのお部屋でございます。ぱっと見すでに景色がすごそうなんですけれども、お楽しみは後でということで、先にお部屋の方を見ていきます。反対側から見た方が部屋の雰囲気わかりやすいかな。こんな感じでね、部屋の真ん中にドンと大きなベッドがあるタイプのお部屋です。で、ベッド付近の設備はというと、コンセントも USB もさせますし、これは何だろう、照明、エアコン、アラーム、カーテンなどなど、こちらでね、一括で操作できるみたいですね。ハイテク。この照明も可愛い。そしてベッドの上にもね、いろいろ置けるのがいいですね。ベッド反対側にもコンセント、USB ございました。ベッドから反対側には、くつろぎスペースもございます。ここでね、景色見ながらワインとか飲んだら最高ですね。はい、そして壁側にはですね、大きなテレビが埋まっておりまして、デスクもございます。デスクの上にも間接照明とテレビのリモコン、そして、ティッシュやメモ帳ですね、そしてミネラルウォーターと内線電話がございます。このミネラルウォーターもすごいおしゃれですね。はい、ちなみにテレビのリモコンはネットフリックスとかね、あの動画配信アプリが見れるハイテクタイプです。デスクの電源周りはこんな感じになってます。このフローリングの木の感じと、このナチュラルなグレーの椅子、この色味も可愛いですね。はい、そして、デスクの下の棚にもいろいろ入ってそうですね。1段目、なんだろうこれ、ケーブルって書いてある。あ、そうですね、こういうマルチタイプのケーブルが入ってました。そしてこれは、はい、折りたたみ式のミラーが入ってました。こうやってね、テーブルに置いて、こちらでメイクすることも可能です。これはなんか案内系かなぁ。まあ、メモ帳とかも入ってますね。あと、常備灯が入ってます。はい、2段目。こちらにはマグカップ、グラス。で、その奥が飲み物ですね。緑茶に紅茶、コーヒー。その奥にお砂糖やクリームなど入ってました。3段目。はい、3段目にあるのは栓抜き兼ワインオープナーと湯沸かしポット。で、奥にはワイングラスもありました。ここは、はい、開けたら冷蔵庫が入っておりました。冷蔵庫の中身は空っぽです。冷凍系はね、対応してないそうです。じゃあ続いて、このね、奥の方行ってみましょう。はい、この辺りはまず洗面所になっております。はい、洗面所のね、ミラーこんな感じなんですけど、すごい、このミラーの周りもね、一面窓になっているので、こちらでも景色が見れちゃいます。なんていうの、この洗面所のむき出し感がね、
めっちゃおしゃれですよね。斬新。で、ドライヤーはすごいリファでした。めっちゃいい。洗面所にはフェイス&ハンドソープと、うがい用コップ。あとはティッシュと、その下にはフェイスタオルがかかっております。で、コンセントはね、壁についてて、その下の棚にもいろいろありそうですね。はい、こちらはお部屋に備え付けのアメニティ。フロントのところにもね、アメニティがいろいろあって、お部屋のもので足りなければそちらもどうぞとのことでした。アメニティは、カミソリと綿棒、コットン、シャワーキャップ、歯ブラシに、ヘアブラシ、ボディタオル、スキンケアセット。へぇー。はい、スキンケアセットもクレンジングに洗顔、化粧水乳液とね、一通り入っておりました。はい、そしてその下にはバスタオルと、パジャマが入ってますね。わ、パジャマめっちゃ私の好きな生地感。で、こちらのお部屋が、アペアライになります。アペアライもとっても綺麗です。天井は高い。設備はこんな感じ。この奥がバスルームかな。電気つけて、オープン。はい、バスルーム。こんな感じですね。バスタブと洗い場が分かれてるタイプなので、めっちゃ使いやすいと思います。で、こういったね、位置が好きなところに変えられるシャワーと、レインシャワーもございます。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも揃っていて、すべてミキモトコスメティックのものです。いいですね。はい、じゃあ水圧チェック。はい、水圧こんな感じですね。で、これね、リファのシャワーなので、ボタンを押すとね、水圧切り替えられます。これでミストタイプから、強い水圧まであります。いや、ホテルのお部屋のシャワーがね、リファだったらもうかなりシャワーガチャ SSR だと思います。で、お風呂出てね、すぐのところにこういうタオルをかけるところもございます。このバスルームはね、グレーで無機質な感じで統一されてて、これもおしゃれ。はい、じゃあ最後は入り口側のスペースを見ていきまーす。まずゴミ箱はね、一般ゴミと瓶缶、ペットボトルが分別できるタイプです。あ、また棚がありますね。一段目。あ、これはランドリーのやつですね。はい、二段目にはね、ふっかふかのバスローブが入っておりました。三段目はね、空っぽですね。自分の荷物を入れておけます。その横には、照明とセーフティーボックス。で、一番下にね、スリッパが入っております。で、その奥はね、お洋服をかけたり、荷物を置いておくスペースがあります。ハンガーは6本ですね。ファブリーズ的なやつもちゃんとあります。バゲージラックもあります。あとは、こういうね、靴のアイテムも揃っております。ここにもいろいろ置いておけそうですね。で、こんなところにもね、コンセントあって、コンセントの数には全く困らないと思います。まあね、その奥がね、また、こう、入り口になっているっていう感じですね。この、なんかアート作品も素敵。で、壁のところにね、全身鏡もついております。今日のコーデは、なんだろう、ちょっとね、素敵なホテルに来るので、まあ、お気に入りのね、最近買ったジルのスカートを履いてきました。ちょっとクラシックなコーデです。ではでは、コーナーキングということでね、景色もすごそうなので、景色をチェックしていきたいと思います。カーテン、ここでできるのかな？レースの方かな？オープン。あ、すごい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 。自動で開くんですね。はい、窓を全部開けると、こんな感じでございます。めっちゃすごい、さすがコーナーのお部屋。もうね、これぞ、ザ・みなとみらいっていう感じのね、光景が広がっておりまーす。素敵。よいしょ。じゃあ軽くね、二ほどきしていきまーす。ここね、プールもね、素敵なのがありそうだったので、水着とかね。まあ、洋服はね、明日帰るだけなんで、上だけ帰ればいいかなっていうことで、こちらの T シャツ一枚だけですね。とりあえず洋服は来るとき。よし、完了。じゃあコーヒーを入れたのでいただきます。あ、いや最高。この景色見ながらコーヒー飲んで最高の休日ですね。あー、贅沢で、ね、こちらのホテルフロアガイド見ると、さっきね、チェックインした20階に、レストランもあるし、バーもあるし、フィットネスもあります。で、
今回ね、私が一番楽しみにしてきたのはスカイプールですね。さっきの同じく20階にあります。まあ、あとはね、自販機、コインランドリー、喫煙所等も案内が書いてあるので、まあ、いくつかあるようです。あ、でね、 Wi-Fi もつないでみました。スピードテストしていきます。こんな感じです。かなりね、爆速です。じゃあゆっくりコーヒー飲んだらトイレに行きたいと思います。海きれい。再びロビーのある20階にやってきました。こちらにはモダンイタリアンダイニングのレストランがあったり、素敵なバーも入っています。スカイプールとフィットネスルームも同じ階にあります。フィットネスルームはこんな感じで、こちらからも素晴らしい眺望でした。ランニングしながらこんな素敵な景色が見えたら最高ですよね。トレーニングアイテムも最低限揃っていました。タオルも完備、お水もありました。お次は受付をしてプールに行きます。オープンフェアでビールとシャンパンが安くなっていました。有料で水着のレンタルもできて、結構可愛い水着が多かったので手ぶらで来るのもありですね。着替えてスカイプールに来ました。こちらからも早速素晴らしい景色。屋根のない屋外エリアもあります。結構人気でたくさんの方がプールに入っていました。QR コードからドリンクの注文もできます。オープニングフェアでお得になっていたシャンパンを頼みました。乾杯。眺めのいい高層階でプールに入りながら飲むシャンパン、最高です。これぞアーバンリゾート。水温ぬるめで気持ちいい。夕方のお時間帯でも全然寒くなくてのんびりできます。そして気づけばあっという間に暗くなり、景色は夜景に変わりました。夜は夜でまた雰囲気抜群です。夜景を見ながらシャンパンを飲んでジャグジー、なんて非日常感。そして明日の朝は撮影のためにオープン前にプールに入らせていただけることになりましたので、朝の雰囲気もお楽しみに。じゃあ夕飯を食べに行きます。最寄り駅がみなとみらいなので食べるところには困りません。せっかくなので横浜ランドマークタワーの中で食べたいと思います。肉な気分なのでこちらのお店に入ります。みなとみらいらしい雰囲気のいいお店でした。メニューは田黙で、価格帯とかも意外とカジュアルでした。とりあえず生ビールを注文。乾杯。ワインもいいかなと思ったけど、ワインは今日夜お部屋で飲みたいのでここはビールにしておきました。ナムルの盛り合わせとヒレステーキを注文。そしてライス。ステーキ屋さんだと思って入ったら焼肉スタイルのお店でした。野菜食べなきゃなと思いつつサラダの気分じゃなかったのでナムルにしました。おつまみにもなるし、ナムル大好き。お肉もいい感じに焼けました。柔らかくて美味しい。雰囲気最高なのにコスパも良く、お肉も美味しくてフラッと入ったけどいいお店でした。大満足。ごちそうさまでした。帰りはせっかくみなとみらいに来たんだしということで少しお散歩。みなとみらいってどこ見てもキラキラしてて歩いているだけで楽しいです。夜の遊園地なんてワクワクが止まらない。晩酌のお酒やおつまみも買ってホテルに戻ります。はい、お部屋に帰ってきたんですけど、部屋からの夜景もすごいです。やばい。これちょっとベッドの方から景色見るとこんな感じなんですけど、
もうね、これカーテン開けて寝たいレベルですね。綺麗。よし。あー、ひどい。やっぱりね、洗い場が分かれてるタイプはいいですね。家のお風呂感覚でのんびり入れます。シャワーも立派だし。晩酌タイム。やっぱりね、おしゃれなホテルということで赤ワインとバスクチーズケーキ。しょっぱいのももちろん欲しいということで、トリュフ味のポテトチップスも買ってきました。というわけで乾杯。夜景にも乾杯。深夜になってもほぼ夜景も消えましたね。うん、美味しい。めっちゃフルーティーだこれ。飲みやすい。やっぱなんかこういうね、おしゃれで夜景が綺麗なホテル泊まるとね、ちょっとお酒とかおつまみもなんかワンランクアップしちゃおうかなみたいな気になりますよね。うーん。甘いけどやっぱチーズだからね、ワインに合うね。じゃあチートデーということでこちらも開けちゃいます。ちなみにカロリーはね、 100g で478カロリーもありますね。あー、いい匂い。トリュフの香りだ。うん。デラうまー。うん。やっぱり油って美味しいよね。いや、いけないや。うん。ちょっとのんびり晩酌楽しんでから寝ようと思います。今日も歯ブラシがでかい。でかいけど、この持ち手のところなんかすごい持ちやすいです。毛質もね、固めでいい感じ。はい、じゃあそろそろ寝ようと思います。その前に、今回はこちらを持ってきました。グリシン 3000&テアニン 200です。で、まぁ、こんな感じでね、私はこのまま持ってきてるんですけれども、今日はね、紹介するために箱も持ってきました。こんな感じのね、パッケージの商品です。こちらは休息に関連すると言われているグリシンが 3000mg とエルテアニンが 200mg 配合された商品です。私もともと夜型人間なんですが、こうやってホテルに泊まるときはつい夜更かしもしてしまうし、朝も早いため、いつも睡眠不足なんですよね。美容にも健康にも睡眠ってすごく大切だと思うので、今日はこちらを飲んでしっかり休息を取りたいと思います。うん。これね、粉状なので、口の中でもね、すごいさっと溶けて飲みやすいです。で、美味しいんですよ。ラムネ風味でね、すごいなんか爽やかな感じで、寝る前のちょっとした楽しみです。よし、じゃあ寝まーす。明日はいい一日になるといいな。それでは、参ります。1.8 ロールでーす。それじゃあ広いベッドでおやすみなさーい。照明オフ。おはようございます。今日もいい天気でーす。そうだ、私みなとみらいにいるんだった。
昨日はこちらを飲んでから寝たんですが、なんかすっきりした気がしますね。今日もいい一日を迎えられそうです。メイクして朝ごはん行きます。ここは朝ごはんもかなり美味しそうなので楽しみです。朝ごはん行った後はね、もう一回プールもちょっと行きたいなと思っております。はい、準備できたので朝ごはん行ってきます。朝食は20階のレストランでいただきます。ビュッフェ形式のレストランで品数もかなり多かったです。神奈川県産素材をふんだんに使用、地産地消をテーマとしたメニューも多く、月替わりで変わりそうです。個人的に好きだったポイントがサラダコーナーの野菜の豊富さ、トッピングも豊富で彩り豊かでした。あと生ハムやサーモンなどが充実しているところも良かったです。フルーツもなかなかのラインナップです。そしてパンがどれも美味しそうでした。ビジュアルも楽しいドーナツやミニケーキも充実。そしてなんといってもここの推しメニューは焼きたてのプレミアムフレンチトースト。ヨーグルトやシリアルもありました。基本はモダンイタリアンを中心にしたメニューですが、中華や和食もありました。全部食べきれないくらいの品数なので、テーマを決めて選ぶのがおすすめです。ジュースも飲んでみたいものがたくさん。コーヒーや紅茶の種類も多かったです。みなとみらいの空と海を見渡しながらいただきます。こちらが私がチョイスした朝食です。今日は洋食メニュー。サラダが美味しそうなので野菜もりもりにしました。シューマイやウインナーなどのおかずも少しだけ取りました。あと神奈川らしいシラスと生海苔のパスタ。今日はとことんパンが食べたくて、朝から糖質爆上がりメニューです。そして美味しいと噂のフレンチトーストはマストで食べます。ドリンクはアセロラジュースとバナナスムージー。まずはアセロラジュースからいただきます。最近日焼けしちゃったんですけど、アセロラは美白にもいいらしいです。そしてまずベジファースト。無農薬の肌の野菜を使用していて、野菜の味が濃い。サーモンや生ハムもたくさん添えて豪華なサラダになりました。シラスと生海苔のパスタもクリーミーで海苔のいい香り、絶品です。ソーセージも自家製らしい。大根のフリッター、なんか揚げ出し豆腐の大根版みたいな感じで癖になりそう。どのおかずも美味しかったです。バナナスムージー、飲むタイミング完全に失ってました。スムージーがビュッフェにあるとテンション上がるんですよね。バナナの味が濃くて美味しかった。ではでは、お楽しみのフレンチトーストも行きましょう。デラウマー。このフレンチトーストはここでしか食べられない美味しさの至高のフレンチトーストということで、かなりハードルを上げてきたんですが、余裕でハードルを超えていきました。濃厚でクリームブリュレのようなとろける食感、ラムの芳醇な香りと卵の風味、これは絶品。ドーナツ、ピンクのドーナツっていうだけでなんかテンション上がる。ほんのりいちご味。パンも店内で焼いていて、パン屋さんのように凝っているメニューが多かったです。デザートにフルーツとコーヒー。この景色を見ながら飲むコーヒー最高です。フルーツの種類が多いのも嬉しかったです。フルーツと一緒にレモンケーキもいただきました。ライチを久々に食べたんですが、果汁がたっぷりで美味しすぎました。品数も多く、一つ一つにこだわりを感じるお料理に大満足。これはまさに楽しみになる朝食。ごちそうさまでした。はい、プールにやってきました。まだオープン前なんですけれども、屋内プールは全長 8.6 メートル、深さ 1.2 メートル、
屋内からも高層階ならではの景色が楽しめるのが最高ですね。朝食後の一運動頑張ります。浮き輪もたくさんあるので自由に使えます。ちなみにプールは宿泊者は無料で入れちゃいます。次は屋外エリアを見ていきましょう。屋外のプールは全長9メートル、深さ 0.5 メートルと浅いので、泳ぐというよりはのんびりするところですね。ジャグジーは2つあって、ここからの景色が本当に最高なんです。いや景色もね、本当に最高だし、このプールもすごいいい。なんかね、こう、時間帯によっては貸し切りプランとかもね、あるそうなので、貸し切りでね、楽しみたいって方はそちらもおすすめです。最高。があるからね、どんだけでも入ってられる。これのアーバンリゾート。デッキチェアからの眺めも素敵です。海を眺めながら優雅なリゾートタイムを楽しみました。じゃあここはね11時チェックアウトということでぼちぼち出たいと思います。じゃあ最後にねこの三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアに宿泊した感想をまとめたいと思います。今年ねオープンしてからすごい気になっていてずっと泊まりたいなと思ってたので今回念願かなって来ることができました。もうでね期待以上にすごい良かったです。やっぱりねこの三井ガーデンホテルらしい洗練されたおしゃれさ、そしてなんといってもこの眺望ですね。そもそもね、ロビーが20階ってことで、宿泊のお部屋はね、全部20階以上なんですね。まあ、なのでね、この部屋はエグゼクティブコーナーキングなので、特別眺めがいいんですけれども、まあ、他のお部屋もね、20階以上ってことで、どこもね、結構いい景色が見られるんじゃないかなと思います。スカイプールがあるのはロビーと同じ20階なんですけど、まあ、そこからの眺めもすっごく良くて、港未来らしい景色を見ながら、プールでのんびりできて、そしてね、中でお酒も飲めたりして、もうまさにアーバンリゾートっていう感じでした。一人でね、リフレッシュしに来るのもいいですし、この雰囲気なのでね、デートとかにもおすすめですし、女子会とかしても楽しいホテルだと思います。で、価格なんですけれども、このお部屋、エグゼクティブコーナーキングは、今ね、公式ページで調べて、一番安い平日の日だと朝食付きで3万6000円くらいから泊まることができるみたいですね。で、私ね、今回実はこのお部屋に泊まる予定じゃなかったんですね。もうちょっとね、コンパクトな、価格もね、もうちょっとお安くなってるお部屋を予約していたんですけれども、まあ、今回撮影っていうことで、このお部屋がおすすめなのでってことで用意していただいたので、本来ね、泊まる予定だったお部屋は、同じくね、27階確約にはしてたんですよ。それで18,590円くらいから、朝食付きでね、泊まることができます。価格はね、曜日とか時期によってだいぶ変動するので、あくまで参考価格にはなるんですけども、そんな感じです。はい、そして、最後にですね、今回動画でも紹介した、このグリシン 3000& テアニ200。こちらで気になった方は、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。クーポンもあります。というわけで、名残惜しいですが、そろそろ出たいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押していただけると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画たくさん投稿してますので、よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。そして旅の写真インスタグラムにもたくさん投稿してますので、ぜひそちらもフォローお願いします。では、